どうもアメ車オーナーの件行ってきましてね。ああ吉谷さん、そういえばあの茨の道ってね、あのだからいや何で困難を選択するっていうのはどういうことかっていうと、やらなくてしょうがないっていう風になってないのに目標を立ててやってそれを達成するっていうのは、私はすごくね難しいことだと思うんですよ。だってモチベーションがそこないですからね。やらなきゃ食えないって状態だったら人は動くことがあると思いますけども、やらなくても食える人がもうやるってモチベーションを自ら作り出して、一番自分の不利な状況を作って、で問題解決に向かっていくっていうのはどうかなと思うんですよ。本当これ全部やる必要がないんですよ。やる必要がないのに無駄な時間と労力と投じて、まあそういうふうなね困難にまあこう挑戦する姿を見せていくっていうのはどうかなと思うんですけどもね。まあこれもね、だから吉田さんの論法で言えば余裕があるからできることなんですよね、だから余裕がない人しかできないよとかねいう理論に、まあちょっと真っ向から挑戦するっていうところでもあるんですよ。結局余裕がなくてできない人って余裕があってもやらないんじゃないかなっていう風なね、そういう風な考え方もありますよね。お金がないとできないよっていう人はお金があってもやらないでしょとかね、時間がなくてできないんですっていう人は時間があっても結局やらないでしょっていう理論と、まあね相反するものがあるかなというところがありますけど、私の、いや本当に余裕がある人が目標設定してやる必要のない目標を達成することができるのかどうかですよね。私はだから現状 YouTube のチャンネル登録なんて増やさなくていいんですけども、増やすところに挑戦する意欲がどう湧いてくるかですよね。まあ宣言しないと、まあなんですかね、危機感ってのはないんで宣言してみたんですけども、結果私は結局やらなくてもやっていけるから安穏と湯に使ってやらない姿を人に見せて恥をかくのか、それともねやる必要がないのにさらなる高みに、迫っていってそれをやり遂げてしまうのか、達成しなくてもどこまで行くのかっていうようなところでね、あのいろんな事情があってできないよっていう人に何かね、ヒントが与えられないかなと思うんですよ。共感は得られなくても、まあ、しょうがないかなと思うんです。もうもはや乱暴な言い方したら共感いただかなくても自分の挑戦なんで、誰かにこうねひけらかす、誰かをライバル視してその人と競争するためのものではないですからね。そこでねちょっと気がついたんですけども、安原くんが何動画送ってるんですか。なんか私のね、YouTube のあれに上がってきたんですけどね、おすすめに。おお、これはすごいなと思いましたね。まあちょっと動画まで見てないんですけども、これから見ようかと思います。私のところに送ってくればいいんですけどね。まあ吉谷さんのところに送るっていうのはなんか、まだ吉谷さんが温かく迎えてあげてるんでしょうか。なんか、ね、安原くんって感じですね。彼にもね、本当彼こそやらなきゃいけないわけですから、どんどんやってほしいなと思いますけどね。動画のまとめになりますけども、やらなくてもいい人がやって達成するのが先か、やるべき人がやって達成するのが先か、どっちでしょう。いってらっしゃい。Thank you.